歯並び綺麗。今日はマウスピースを買ってきたので、そちらを作っていきたいと思います。中身はこのようになってまして、このデンテックですと、マウスピースが2個作れます。で、まず、この凹んでる方を上にして、こちらにこれをはめ込みますが、綺麗にはめ込みましょう。ちょっと待ってください。僕もともと顎関節症で顎がカクカクなっていて、あと歯ぎしりもあったので、マウスピースを長年愛用しています。寝るときですね。はい、このように綺麗にはめ込みました。はい、で、説明書にはマイクロウェーブってあるんですけれども、めんどくさいのでお湯につけたいと思います。お湯を準備してきたので、ここにこれを入れます。マウスピースが透明になったので OK だと思います。透明になりましたね。さっき半透明だったのが。はい、じゃあこれを噛みついていきたいと思います。2分経ったので、この辺はこんな感じですね。このように歯型が取れています。見えますか？はい、で、これを20秒振動数に離します。で、そうすることで固まります。結構歯ぎしりの自覚がない人とかいると思うので、例えばなんか歯がこう痛いとかそういう場合でも、虫歯じゃなくてこう歯を噛み締めて寝ているとか、噛み合わせの問題とか、それで歯が痛くなったりする場合もあるので、歯が痛かったりこう違和感が感じる場合に、虫歯を疑う前に一度歯ぎしりとか噛み合わせとか、そういったところから確認していくのもありだと思います。はい、ということで、これ今流水で固めてきました。で、そしたらこれを外します。外れた。こんな感じですね。はい、歯並び綺麗。こんな状態です。まあ、スポーツやる人とかも使うんでしょうけど、寝てるとき無意識のうちに歯ぎしりしたりですとか、こう歯を噛み締めていたり、まあ、日中でも噛み締めることで歯に影響が出てくることもあるらしいので、歯に違和感があったりですとか、そういう方にはおすすめです。一度試してみてください。自分でこう型を取る。マウスピースっていうのも今ドラッグストアとかでも売ってると思いますし、まあ、なければ歯医者の方で作ってくれると思いますので、ぜひ歯に違和感のある方、噛み締めてるんじゃないか、顎関節症じゃないか、顎の調子がちょっとみたいな方はお試しください。はい、ということで今日はマウスピースのご紹介でした。ではまた。